バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイトカチの提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分、ジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬です。唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えする番組です。もちろん馬券的中のお手伝いも頑張っている番組です。ということで、レースの解説予想は十勝毎日新聞社営業局企画事業部の桜井陽介さんです。こんにちは。どうもこんにちは。ちょっと暖かくなってきてね、宅飲みのビールの量が増えて困っている桜井です。よろしくお願いします。今週もなんかわかる、はい、そしてそんな私たちを引っ張ってくれる、バンバ魂のジョッキーと言いましょうね、ジャガの馬女です。 DJ 小西シータちゃんです。お願いします。馬体重が増えて困っています。小西シータです。絞っていきたいです。よろしくお願いします。見事3人先週の僕のネタを使ってきたね、はい、そうですね。いや本当に乗るんじゃなかった体重計、ね、着々と私たち馬体重じゃないけど、うん、はい、増やしてるよね、ま、でもバンバンにとってはいいことなんでね、馬体重増えていくってことはね、身になってるってことなんでね。なるほど、はい、それがダメなんだよ、きっと数値はどんどん数値もね悪くなっていきますけど ね、はい、ね、私たち競馬場でお腹いっぱい食べちゃうしね。食べちゃいますね。そう、桜井さんごめんなさいね、はい、連れていかなくてって。あ、先週ですね、はい、私たち2人で行っちゃったんだよね、はい、そうですね、あの、はい、家でネット投票してました私は、ね、はい、で、あ、そういえば桜井さんと思って、うん、あの LINE したらもう酒飲んでますみたいな、ちょっとね、はい、拗ねちゃって、うん、お飲んだ私たちはもうあの菊池屋さんの豚丼を食べ、うん、はい、でしかもシータちゃんはとろろまで乗ってるのを食べて、食べました。豪勢な、はい、私はわさびを乗せてもらって、はい、もうツンツン言いながらカーって言いながらわさびは無料でしょえ、いや山わさびのやつはまた別なんですよ。あ、山わさびのやつね、はい、別メニューがあって、あ、山わさびのせ豚丼っていうのを食べて、うん、思いのほかさすがに効いていて、うん、もう途中で涙拭きながらね食べて、はい、さあって言って、じゃあそれはデザートに隣に行って、うん、七区ガーデンさん の、はい、あのソフトクリームを食べ、うん、そして馬券を楽しみ、はい、メインレース の、うん、あの間ね、はい、建屋に戻って、うん、そこに自動販売機があったんだよね、はい、アイスの あるね、うん、あそこでも買ってる人あんま見たことないけど、ちょっと思ったんだけど、なんとなくねこの空気があるから、うん、シータちゃんにね、うん、アイスでも食べよっかって言ったら、うん、はいっていうの、2本目ですか、あの七区さんで食べた後にもう1回食べるわけですね。そうですね、はい、でベンチに座って2人でアイスを食べるというね、アイスおかわり、素晴らしいですね。楽しかったね、はい、コマーシャルの後はまずですね、5月9日日曜日に行われました重賞レース BG3 第14回カーネーションカップを振り返ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、前残り20、6番甲子半回戦頭だが、9番北勝馬さん並んでかわした、それから北野裕次郎3頭広がった、あと10わずかに出る9番北勝馬さんがいきます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち、オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい、はい、オートです。いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ、全部楽しんだもん勝ち、オッズパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ、帯広競馬場、十勝村。バンバ魂。では9日に行われました BG3 バンエグレード3第14回カーネーションカップ、こちらを振り返りたいと思います。注目になりました人気の集めた馬は6番のアフロディーテ、そして9番の新鋭ボブ、1番のミス高島ということになっていましたが、結果はどうでしょうか。カーネーションカップ実況をお聞きください。帯広メイン10レースはダスキン帯広賞第14回カーネーションカップ3歳以上牝馬オープン別邸の一戦 BG3。
10頭ゲート内、さあゲートが開いて飛び出しました。1障害に向かいます。内から2番中禅だって上がってきました。外は10番アバシリルビー。1障害各馬登って山の星を最後に全馬降りました。内から1番トップハンデミス高島上がってきました。先行します。 1,2 障害中間過ぎます。その後8番魔王のクイーン、7番フォルテシモ並んで刻んで、さなく6番アフロディーテ、内には4番ジェイカトレア固まっています。山の星上がってきました。内は2番の中禅だって、3番ペーパンヨシヒメ、外には10番アバシリルビー、そして9番新鋭ボブ一覧です。さあアフロディーテ、山の星が2障害手前、前半47秒で来ています。3番手以下やってきて、5番山の星が仕掛けます。そしてフォルテシモ、外は9番新鋭ボブ、内1番ミス高島上がってきた、ミス高島上がってきた、そして5番の山の星、フォルテシモ、新鋭ボブ、一段で2障害下って、その後4番ジェイカトレア、8番魔王のクイーン、第2障害を降りました。さあ、下って抜けていく。9番、新鋭ボブが先頭に立って、残り30メーター切ります。2馬身のリード。1番ミス高島2番手。そして6番アフロディーテ3番手。これにじわりと4番ジェイカトレア、あとは7番フォルテシモです。さあ、後ろを離して残り5メーター。9番の新鋭ボブが行きます。新鋭ボブです。ということで、9日に行われました第14回カーネーションカップでした。桜井さん、これどうでした？そうですね、先日の予想ではフローディーというか一番人気で、はい、新鋭ボブも差のない2番人気だったんですけども、はい、まあ、新鋭ボブはね、やっぱり軽い馬場になったのもかなり味方して、うん、降りてからが早かったですよね、うん、で全体的に早い流れだったんですけども、まあ、仕掛けてからの、ね、新鋭ボブの足は、ね、光ってました。でこのね、コバの牝馬はフェアリースズが引退してかなり混戦ムードなんですが、はい、去年のチャンピオンだよね、うん、まあ、新鋭ボブもね、毎回毎回前線してきたんですよ。ここでちょっと勝ったことでね、かなり一皮向けていって、今年のね、牝馬戦線のリードしていく存在になるのかなと思いますね、うん。全体的に人気集めた馬が上位に入線なんですけど、うん、そんな中で、ジェイカトレアが5歳ですよね、うん、で6番人気だったんですけど3着に入ったんですよね、うん、これはどんな感じでした？そうですね、まあ、5歳馬はね、まあ、ハンデの、ね、恩恵を受けなくなって、うん、なかなかちょっと小馬との混合戦では苦しいレースを続いている馬が多いんだけども、うん、まあ、この強いメンバーの中で入って4着入ったのかなり価値あるんじゃないですか、うん、あとやっぱりミス高島頑張ったね。そうです、トップハンデで、ね、最内枠からね、スルスルと抜け出してきて、まあ、いいレースしたと思うし、ミス高島って大体牝馬相手だといつもハンデ背負わされて厳しいレース続くんだけども、今回はだいぶ良くなってきたんで、やはり実力ある馬だなと思いましたね。今年いけますかね。うん、同伴になってくる、同伴でやれば間違いなく強いので、うん、まあ、あとはこのハンデとの戦いでしょうね。着実にもう力を、うん、そうですね、はい、まあ、実力、まあ、もともとね、牝馬で一番実力ある馬なんで、あとアフロディーテはね、ちょっと残念だったが、馬体はすごい良かったんだけどもな、はい、残念ながら4着ということなんですが、はい、まず着順ですね、お知らせしますね、第14回カーネーションカップの着順です。1着9番新鋭ボブ、2着1番ミス高島、3着4番ジェイカトレアとなりまして、1番人気を集めましたアフロディーテは、まあ、掲示板には乗りましたけれども4着という結果になりました。続いて配当ですが、単勝9番340円で、馬服で1番9番820円、馬単で9番1番1670円という、まあ予想通りまずまずの配当でしょうかね、うん、まあ人気サイドではありましたよね。そうですね、はい、では人これ振り返りまたやるんですよね、うん、やりましょう、しなきゃいけないよね、もう反省しましょうちゃんとね、まあ、これ振り返りここからは反省という、ね、反省の時間、はい、桜井さんからどうぞ。はい、私本命フォルティッシモだったんですけども、まだやっぱちょっとね、若駒なんで力が及ばなかったのかなと、障害超えたぐらいまではいいかなと思ったんですけども、そこからの伸びがなかったですよねということでした、はいはい、でシダちゃんは、はい、アフロタンは頑張りました、うん、アフロディーテさんは、はい、第2障害を降りてわーっていったところまでは、あ、すごい頑張ってる、いけるかなと思ったんですけど、後ろからすごい勢いの新鋭ボブとですね、ミス高島がサカ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 と来まして、あーと思っている間に4着になってしまいました。でも今後も応援したいと思います。以上です。
まあ私の反省ですか、はい、私は10番のアバシリルビーから行きました、はい、そしてそのアバシリルビーは10着でした。まあ外れてるんですけどね。 でも惜しいの相手はね、1番のシンエボブ選ん、あのミス高島も選んでましたしね。これみんな大体選んでますよ。ああ そ, うかそんなんで私たちの終始行きましょうかね、今回で3レースやったんですよね。はい、なので、桜井さん特で取ってるんですけどマイナス300円。はい、はい、頑張ってるね。そう、回収率が 96.7%。 シータちゃんマイナス7200円、回収率 20%、はい、私が全部外れてマイナス9000円、 0% まだまだ貯めたね。そう、今シーズン始まったばかりだと思いませんか、うん、一発でかいの取れば全然回収できますよ。また一発しか出ないような、またそんな言い方をすると一時噛みついちゃうんですけど、ま、反省は以上ということで、はい、それでは続いてのコーナーはこちらです。万英疑問尋問、桜井さん教えて。万英競馬についてのさまざまな疑問に解説の桜井陽介さんが答えるコーナーです。もちろんリスナーの皆さんからの質問にもお答えしますので、メールで送ってくださいね。ベリーグッドな質問には人参3本、ふむふむな質問には人参が2本、そして1本というふうにしましてね、人参3本の値する質問をくださった方にはジャガーバンバ魂からちょっとしたプレゼントを差し上げたいと思っています。ということで皆さん、はい、メールをいただきました。ありがとうございます。来ましたよ今週の質問です。帯広市の今夜は美魔女さんからいただきました。ありがとうございます見てみたい桜井さん声殺して笑ってる声出ちゃったし、はい、いつも楽しく拝聴しています。バンバ魂を聞き始めてから少額ですが馬券も買うようになりました。当たって少しでも配当が、つくと嬉しいですね。私がいつも参考にしているのは杉山さんの予想です、ちょっとひねくれた感じの予想が大好きです。これからも頑張って大穴馬券の予想をお願いします。もう大穴担当みたいにされてるんですね杉山さん。そうね、ひねくれてるとかよくわかりますねそれな何これ予想がひねくれてるの、私がひねくれてるの、いやどうよくわかんないですけど、そこ絡まない、はい、絡まない、はい、さて質問です。万英競馬を見ていると馬がレース中に何度も途中で止まるんですが、どうしてですか。騎手が止めているんですか、それとも馬が動かなくなるんですが、いつも早く行けというハラハラして見ています。初心者の質問ですいません、よろしくお願いしますということですよ。はい、あの全然あの多分万英競馬をやるとね、一番最初の疑問に思うところでしょうね。うん、2人陣ぐらいっていいですか、すいません、はい、やはりこれ重い荷物を持ってね、馬は重さのソリを引いてますんで、まあ、600キロとかね700キロのソリを引いてますんで、はい、やっぱり一足ではね 200m 走れないわけですよ。しかも山を2つ越えてこないと、障害を2つ越えてこないと、はい、なので、あれですよね、あの第一障害から第二障害の間は、騎手の判断で馬を止めていいと、要するに息をつくっていう意味ですよね。でそれで、大間さんの体調を整えながら、障害にたどり着き、第二障害にたどり着き、で第二障害をどうやって越えるかってことで息を整えてるために馬を止めてるっていう風な考え方でいいんじゃないでしょうか。はい、あの、はい、それに関して私からもちょっと聞きたいことがあるんですけど、はいはい、あのさっきみたいに中継を聞いてるとたまにちょっとわからない用語がありまして、はい、例えばあの 刻んでいますとか、うん、あと かかっているとか、うん、あとあの 腰がどうとか、うん、あの膝がどうとか、うん、その辺をちょっと知りたいなと思います。まあ、まさに刻むがそれですね、馬を休ませながら行くっていうのが刻むっていう意味ですよね、はい、まあ、かかるっていうのは馬がねちゃんとねあの進んでいくっていうイメージですよね、山登るときにね、障害登るときにね。で腰、一腰二腰ね、うん、あの一腰はねもう山をもう一腰で止まらないで登って越えてくる山というか障害をね、二腰っていうのは途中の傾斜の途中で休んで一回休んで越えていくってイメージ、ほう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 。であと天板っていうのは頂上のこと、はい、あの頂上ちょっと平坦になってるところでしょ、そこを天板って言うんですよ、はい、でよくそこでね膝を折って、
膝を打つとよくお馬さんこう膝折れちゃう時があって止まっちゃう時あると思うんだけど、はい、あれね、サラブレッドったら大変なことなんだけど、はい、バンバーミーのジョブだからね、はい、全然大丈夫。 あれで怪我したってあんま聞いたことないですよね。そうですね。じゃあお馬さんがもう一旦重いよって言って座り込んじゃったって時に膝を折っているっていう風に、勝手に自分で休んじゃってるというかね、そういうイメージかな。なんか私が荷物運んでる時の想像つく、勝手にベンチに座って休んじゃってる的な、そんな感じ。もうやだやだって言ってね、もう重くてやだよやだよちょっと休ませてって、そんな場合じゃないけみたいな感じかな。あーなるほどなるほど、で騎手の人はそれをこう一生懸命奮い立たせるわけですね。でも馬にもやっぱり癖があるから、なんていうの、前半刻んだ方がいい馬もいたりとか、できるだけ行った方が調子がいい馬、なんだ調子がね、バラなんていうの、リズム、はい、リズムがそれぞれにあるし、でだから騎手も朝ね、早く朝調教して様子を見ながらとかあるんですよね。そうですね、一番最初に、ね、障害を超えたからって必ずしも勝つわけではなくて、やはりその分前半休んでないので、超えてからの足がちょっと鈍り気味になりますよね、逆に休みながら行った馬は、障害を超えてからいい足を使って追い込んでくるっていうので、どっちを取るかですよね。障害がいい馬なのか、坂を越えてから足がいいね、いうとかね。だからそれをレース展開を読むんですけども、例えば専門誌なんかにはどの馬が先行するかとか、どの馬が障害うまいかとか、その辺がちゃんと書いてますから、その辺を予想のファクターの参考にしていけばいいかなと思ってますね。それを見るのも機種で、メンバーにもよる。自分のペースだけでこの馬は障害がいいからとか、障害を超えた後いいからとかっていう考えながらだけど、でも他のメンバーによっては、それに勝る馬もいたりとか、意外とその馬が来るとここで走るはずの馬がちょっと尻込みしたとか、例えばね、あ、他のメンバーと駆け引きだよね、後半あの馬がいるから、後半来るから、いくらなんていうの、坂を越えた後でもなるべく先行しようとかね、あとやっぱりゆっくり来る馬がいるときは先に越えちゃって、もう先にね貯金作っちゃおうっていうレース展開もあるし、できるだけ先に行くとか。だから障害をいかに早く超えるかってことも大事なんだけども、どんだけスタミナを維持するか、そこをやっぱジョッキーは考えてレース展開してますよね。なので万栄競馬はジョッキーと馬の力のバランスが6-4とか7-3とかね、あれただ闇雲に、ね、止めてるわけではなくて、ちゃんとその辺の展開を読みながらやってるんですよね、ジョッキーがね、なので、結論から言うと、坂の手前までだとジョッキーの配分で時々馬を止める、はい、でも坂を越えた後はジョッキーは止めちゃいけない、そのルールだけど、お馬さんによってはもう疲れちゃって、お馬さんが勝手に止まっちゃうこともある。それでゴール前でピタッと止まって他の馬に逆転されちゃうとかね、そういうレースがあるんですよね、ゴール前ってちょっと坂登ってるんですよね、ちょうどね今のこの時期は坂登ってるし、砂障害って言ってね、ちょっと砂が深いんですよね、それでやはりそこを越えるのは厳しいと、目に見えない障害があるんですよね。そう、パッと見はね第二障害が一番難関のようだけども、実はゴール前に若干上がってるんです、はい、なのでここっていう時にあと一歩あと二歩の時に本当に力を持ってるのはね、180m 190m 全力で走ってきたわけだ、歩いてきたわけだから、最後の人たちだよね、そこで疲れちゃうことはまあ、あるということですね、そう見ながらゴール前のところをしっかり見てもらいたいなと思います、ということでメールをいただきました。今夜は美魔女さん、バンバ魂からちょっとしたプレゼントをお送りしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんから万栄競馬についての質問を募集しています、質問はメールでお寄せください。バンバアットマークジャガドット FM です。コマーシャルの後は16日日曜日のメインレース、サツキ特別の展望と予想です。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、前残り20、6番甲子半回戦闘だが、9番北勝馬さん並んでかわした。それから北野裕次郎3頭広がった、あと10わずかに出る9番北勝馬さんが行きます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパー。
農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバン魂、それでは16日日曜日、午後8時10分出走予定、サツキ特別の出走馬ご紹介してまいります。1枠1番共栄流船山クランド、2枠2番ミノルシャープ島津新太、3枠3番青のブラック藤野俊一、4枠4番アーモンド軍神渡来心、5枠5番ゴールデン風神西翔太、6枠6番北野裕次郎菊池和樹、7枠7番目白剛力西健一、8枠8番松風雲海藤本拓海、8枠9番目室ボブサップ阿部武富ということで、9頭の出走です。桜井さん、そうですね、あのゴールデンウィークに行われたね BG2 万栄十勝オッズパーク杯の出走組が中心のメンバー構成ですね。そうですね、まあ、その時は青のブラックが快勝しましたが、今回はコバ相手に初めてのトップハンデかな。でしかもライバルメブロボブサップに対して今までと違って逆に10キロ重く背負って出走すると、そのあたりがポイント、予想のポイントになってくるんじゃないかなと思いますね。人気はどの辺行きますかね。やはりね、あのメムロボブサップこれ10キロ軽いと、青のブラックで10キロ軽いとなると人気集めるんじゃないかなというふうな僕は思いますけども。硬いですかね。硬くはどうか分かんないけど予想は人気にはなると思う、15日土曜日、十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想でもメムロボブサップがやっぱりグリグリ一番印がついてますね。で6番北野裕次郎、7番目白剛力、2番ミノルシャープ、そして青のブラックもちっちゃい印がついてるという感じになってるんですよ。どうでしょう。はい、まあ午前行くの時はねちょっと雨が降って水分含有量も 2.2% 軽い馬場だったんですよね、でその時から比較すると今週はちょっともめタフなコース設定になるかなと思うし、ハンデがついているのであの通りにはいかないんじゃないかなと僕は思います。そうなんだ、はい、そこで桜井さんの予想は、はい、本命は北野裕次郎です。好きですね。いや好きなんではなくて、やはり好きなんじゃないんだ、この中で見ると一番安定感っていうのかな、やはりタフな設定でも走れるし雨が降ってもできるし晴雨兼用型で、あの天候に左右されないという意味で北野裕次郎が一番無難かなと思ったんですよね。本当はちょっと違う馬も狙いたかったんだけど、そういう意味で連の軸ということで北野裕次郎を本命に押しました。で相手はね10キロ軽いハンデを生かして競泳流で、あとは、先行するであろう目白剛力で、やはりメムロボブサップと1000円ずつ3点、166769を1000円ずつと、青のブラック外しました。なんか競泳流入れてみたりとか青のブラック外すところが、なんかいつも固く攻めていく桜井さんにしては いつも固いわけじゃないですよ、はい、まあ、固かったら当たってるよねっていうすごい、あのひねくれた予想だからね私ね、はい、どう気にしちゃってるじゃないですかね。まっすぐな予想の桜井さんと、そして、はい、純粋な予想のシータちゃん、はい、私はメムロボブサップが出たらもうメムロボブサップを一番押すと決めているので、メムロボブサップが本命です。馬服です。はい、強度のヒーローとヒロイン同士でね、はい、そうですねメムロボブサップ君といつかこんにちはって言ってみたいですね。って言ったらね、メムロボブサップはなんて言ってくれるだろうね。ブルぐらいはね言ってくれたらいいなと思いますけど。はい。で、組み合わせなんですけど、馬服、ミノルシャープ、はい、これは私が万栄記念で応援した馬なので、ちょっとやっぱ外せなかったっていうのと、あとはやっぱり、まあ、ちょっと荷物は重くなっちゃいましたけど、ライバル対決がやっぱり見たいので、青のブラック。あとは北野裕次郎さんはやっぱそのさっき桜井さんも言ってましたけど安定してるっていうところで、私も言われてみれば北野裕次郎さんっていつもなんか掲示板に名前載ってると思って選びました。はい、そうなんだな。はい、なので、はい、2級3級6級1000円ずつです。はい、まあ素晴らしい予想の後で、まあ、私はさっくりいきますか。はい、目白剛力にいきます。ないわけじゃないでしょ。今年最初のスピードスター特別だっけ、
スプリングカップか、そこで2着来てるし、うん、まあ、先行力あるんで、そうなんです、かなりいいと思いますよね。まあ、基本2人が、はい、狙ってない馬っていうところが行くっていうのもまずあるのと、やっぱり金太郎さん、私ねいつも信じているので、金太郎さん の印がついているところの中から2人が選んでない馬、そして、はい、2人が選んでない馬、そんな予想の仕方でいいのかな、うん、いいと思いますけど、けど要するに一人勝ちしたいのね、うん、そんなことない。どうぞどうぞ。どうぞ。そんなことはない。はい、うん、7番の目白剛力からいきます。西健一騎手ですよ。そして相手はですね、2番のミノルシャープいきます。ミノルシャープと、そして3番の青のブラック、そして9番のメムロボブサップ。青のブラックとメムロボブサップはやっぱり外せません。という、そうですか。青のブラックの方がでも勢いないですか最近。今もうやっぱもう本格化しちゃってるんで、ね、走り方に勢いがあると思うんですよね。強いんだけど、ここが重賞じゃないってとかミソのような気するんだよな、まあ、僕は重賞じゃないっていうのと、もうトップハンデなんですよね、690キロのトップハンデを5歳が背負うっていうところはあるんだけど、うん、そこで勝つのが青のブラックでしょ。そこまで勝ったらもう敵になっちゃうよ。え、なんでここで青のブラックのことで揉めるんですか。外してる人と勝ってる人でしょ。どっちも本命じゃないっていうの。これ割れたね、はい、私たち ね, 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 ねえ、まあ、来週、まあ、私はただただメムボブって言ってるだけですけど、はい、まあ、メムロボブサップとしては、まあ、金魚見えないけど、はい、大間さんは分かんないかもしれないけど、意地でも負けられないよね、これ青のブラックにね。そうですね、10キロ軽かったらプライドとして許さないでしょ。ね、そうですか。頑張れメムロの星。あ、私目言ってなかった。そう、はい、目白剛力からなので、2番7番1000円、3番7番1000円、7番9番1000円というふうに合わせて3000円馬服でいきたいと思います。そしてまた日曜日ね、競馬場に行ってパドックを見て買い足すというね、はい、そこまでしますか。え、するでしょう。うん、はい、杉山さんいつも一緒に競馬場に行くとちょっと声のトーンが変わるんですよね、なんかパドック見た後。なんかちょっとね、はい、ふつふつって湧いてくるのよ。そう、それでなんか、うん、新エボブ良かったよね。一つポイントとしてはメムロボブサップいい時はね、やっぱちょっと元気あるね、うん、気象が荒い、ちょっと荒い時ぐらいの方がメムロボブサップで来るケースが多いんで、はい、その辺パドックでちゃんと見てほしいですね。そうですね、はい、なんていうの、ルーティーン決めてね、うん、競馬場に行った時のこうやってこうやってこうして、でさっさと買って後の残り時間締め切りを楽しむのか、うん、もしくはゆっくりゆっくり考えて締め切りまで馬券検討するかとかね。もうパドック終わったらすぐ買っちゃうタイプだけどね。桜さん何でも早いからね。、はい、うん、せっかちさん早いですから。そう、私たちも早く買ってさっさと食べに行くというね、はい、そうですね、はい。さあ、それでは皆さんもぜひ参考にしてください。そろそろお別れなんですが、番組では皆さんからのご意見ご質問を募集しています。万英競馬の疑問、馬券の買い方など何でも結構です。いただいたご意見ご質問は番組内でご紹介させていただきます。ぜひお寄せください。メールです、バンバアットマークジャガドット FM です。 BANBA アットマークジェンエンジンエドット FM です。お待ちしています。ジャガバンバ魂はスマホアプリリッスンラジオ、 YouTube、ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送お聞き逃しの際は YouTube、ポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひお聞きください。よろしくお願いします。次回の放送は5月22日土曜日午後3時30分からです。ジャガバンバ魂、お相手は杉山悦子と桜井陽介、小西石板でした。また来週です。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。